はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ラミです。今回はですけども、サムネタイトルにある通り、直差し上手くなる方法について紹介していきたいと思います。自分もね、あんまり上手くはないんですけど、まあね、そのことをね、分かっていただいて、まあ動画を視聴してくれるとありがたいです。まあね、少しでもね、ためになったという方はチャンネル登録と高評価お願いします。ということでね、まず紹介していくんですけど、まあ上手くなる方法というか、まあ、まず下手な人の特徴から述べていきたいと思います。まず下手な人とかは、なんて言うんだろう、やっぱりなんかそのちょっと言い方悪くなっちゃうんですけど、最初なんか、まあ、みんな前パッとやってたと思うんですけど、まあなんかちょっとね、生きてなんかエディットをめっちゃ早くするためとかに、なんかめっちゃ建築とかしやすい感度とかにしちゃう人とか、まあたまにいるんですけど、まあそういうのはね、絶対じゃないけど、まあやめた方がいいと思います。まあね、理由は、まあ、あって、まあ正直直差しはやっぱパッと違ってエイムアシストがないじゃないですか。なので、まあ自分でもうエイムをもう合わせていくしかないんですよ。で、まあね、自分でエイムを合わせていく行くのはまあマジで大変なんですけど、なんて言うんだろう、建築特化型の感度じゃなくて、そのやっぱ建築家もあのね、全然もうできなくてもいいから、マジでエイムめっちゃできる感度をね、マジで自分に合ったマジでいい感度をまず探してください。で、その感度が決まったら、まあこのここに出してると思うんですけど、 1V1 デュエルマップかな、まあ、間違ってた、すいません、ちょっとレーダーのねマップがあるんですけど、まあ画面にコード貼っとくんで、はい、まあこれ入っていただいて、まあ、フレンド、まあ、1人必要なんですけど、まあいないよっていう時はこのね、マッチメイキングのねとこのここでやってたら、マジで野良の人とマッチングするんで、このその野良の人とエイム練習をしてください。まあね、まあ使い方は多分わかると思うんですけど、まあね、てか、まあ自分なりの練習方法について紹介していくんですけど、このマップの。まあ SMG とか AR とかショットガンあるじゃないですか。まず最初、SMG のエイムから練習してください。まあ練習してくださいっていうか、まあ自分なりの方法なんで、マジで、まあ真似する、まあ自分これで、まあエイム良くなったんで、まあ真似する価値はあると思います。で、まあ大体、まあ 500HP、1000HP、2000HP、5000HP、1万HP ってあるんですけど、まあ自分はだいたい 5000HP ってやってます。で、まあこんな感じで 1×1 とか 1×1 コン、まあこれ、屋根で、まあ階段があるやつで、1×2、まあこれ屋根、階段みたいな、2×2 とかもあるんですけど、まあまず 1V1 っていうか、1V1 じゃねえわ、1×1 でやって、あ、こっち入っちゃった。あの、あっちに、裂け目2つあったじゃないですか。片方の方に、はい、両方分かれて入って、で、あっちに来た人はあのボタンを押して、まず SMG のエイムをこういう感じで練習するんですよ。で、それが温まってきたら、次は AR の腰打ちやって、最後に、ショットガンのエイム練習をするって感じです。でね、まあね、これだけじゃまだ、さっき言った建築、まだできないと思います。なんでね、こういう時はね、なんだっけ、そう、これ。モングラルエディットコース、これをね、やってください。まあ、別にハードコースじゃなくてもいいんですけど、まあ、自分はハードコース使ってます。まあね、このマップのいいとことしては、やっぱりもうみんな使ってるし、まあ、上手くなるっていうのはもうみんなわかってるから、このマップを使ったら超いいと。まあね、タイマーもあるんで、どれぐらい、自分が速くなったか喋りながらするのめっちゃむずい。タイマーがあるんで、その自分がどんだけ速くなったか分かるから、やっぱりその成長したなっていうのを感じられるから、やっぱりモチベとかにもつながると思うし、やっぱね、上手くなるにはね、やっぱモチベがね一番ですよね、やっぱり。やばい、ちょっと待って、ちょっとね、自分今初エイムなんで、ちょっと、マジで、エディット遅いですけど、まあ、初エイムとかにね、やっぱこういうのもするもんなんで、まあ、まあ、それが普通なんですけど。
まあね、感度、さっき最初らへんに言ったと思うんですけど、まあできれば、まあ、早くてもいい、早くてめっちゃ眠い人がやっぱ一番強いんですけど、やっぱり、遅くした方が絶対いいと思います。あと、やっぱ、自分が動画で上げている直差しの遅延をなくす方法を、まあやっぱ見て、これで最低限にして、まあ、やってくれると、まあありがたいです。はい、ということでね、今回はね、直差しのね、うまくなる方法について紹介していったんですけど、まあね、まあ、次もね、見たい、次もね、まだ、まあ、いろいろ解説系、これからもやってほしいという方はね、まあ、やっぱ、チャンネル登録と高評価、マジでお願いします。まず、高評価、なんだろう、だいたい、どうしよう。15いったら、まあ、パート2も出すと思うんで、まあ、とりあえず、チャンネル登録と高評価本当にお願いします。